始まりました。あ、どうも、今年初めての寝返りテレビです。テレビでございますね。今回は番外編ということで。番外編です。はい。急遽、西村智恵さんに、はい、助っ人に来ていただいたのは、はい、いつもいているあの細いひげの生やした人が、うん、あ、最近生やしてるね。最近生やしてる人がですね、うん、人が、足が爆発したっていう。ほらもう、いろいろ謎だらけの説明も多すぎ。これは大変だ。足が爆発して来れないっていう話で、ちょっと今日は急遽お休みなんです。もうそら足が爆発したらたどり着かないでしょうね、もう。あー、ありがとうございます。あー、すいません、すいません。じゃあ、もう座ります。ありがとうございます。今日はあの番外編ということでお店をお借りしてあの配信しておりまして、すごいわざとみたいなタイミングやったね。え、ね、いいタイミングでやってきたけど、ちょっと出たよかったあの南森町のリトキアというお店をお借りしてやっております。はい、よいしょ。いいお店、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 ね。で、まあ、あのさっきの何でしたっけ、足が爆発した。そうですね、前回 の, そのプロデュースのお芝居をやってる時に一度一爆発してたんですよ。なんそれ何度も爆発してるの、ね、一爆弾抱えた、爆弾抱えたって。原因不明や言うから、ただの多分ただの呪いやと思うんですよ。もう役年終わってんのじゃん。そうそう。それでね、なんか今日突然また爆発したっていう話になって急遽です。はい、そうです、あの急遽ね、あの、まあ、年末もあの盛り上げてくれましたけども、ええ、今回も俊郎さんの相方みたいなもんでしょ、まあ、ラジオの方にね、俊郎2人こっちも相方だもんね、あなた。あ、そうね、さっきともカフェの、なかなかの相方アパズルですよね。あ、小町日和でもここでもああ、相方だもん、いろいろパイプライン太い太い感じ。私竹信さんとも、ああ、そうね、そう、のやらしいパターンの人だ。そんなことない、ちゃんともうちゃんとご紹介しましょう。小町日和の西村智恵ちゃんです。はい、よいしょ。お願いします。俊郎さんの代わりなんで小俊郎です。なんだその笑点みたいな感じの。小俊郎を命名みたいなもんだよね。じゃあ今日は小俊郎っていうことで、はい、ね、今日もこれあのもしかしたらあの俊郎君もね、爆発した俊郎君ももしかしたら見てますか。絶対見てない気がするんだよ。爆発してる。ロビンソンさんがこんばんはということで。あ、こんばんは。ありがとうございます。お世話になっております。ね、今日はあの番外編やからもう気楽にメッセージをいただいたら。あ、そうですね。どんどん。役に入ってないからね。あ、そう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 。いつもみたいにね、うん、あの役とかのシチュエーションがないんで、はい、もう直でお返事させてもらいます。直でお返事させてもらいます。電話かかってきそうで怖い。いやもうね、こういろいろと、はい、今日はだからシチュエーションとしては、新年会っていうことですよね。そうね、新年会を楽しもうと、はい、せっかく、ね、寝返りテレビ新年会、前回は忘年会、忘年会、忘年会からの新年会、忘年会です、両方流しちゃったね。そう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 、ね、ちゃんと世俗のイベントこなしてるじゃないですか。いやーねー、もうえ、で、あの竹さんの紹介もちょっとしといた方がいい。あ、そうだ、もうね、いつもお世話になっております、はい、竹さん、竹さん、はい、竹さんです。撮影監督になるのか、監督、ゴジラ好きの、ゴジラ好きで、はい、サラリーマンの竹さんです。あ、そうです、サラリーマンやわ。サラリーマンなんです。あ、ほんまや、日本で唯一このルックスのサラリーマンなんです。すごいわ。ほんまや、サラリーマンなんや。そう言われると、はってなるんですね。ちょっとあかんやろって思った。たけさんを見てリーマンだとは思わないもんだって。あ、俺、思えよ。いや、そうなのね。やばいっすよ、街中歩いてると。武闘派だから。いろいろ謎だらけ、ね、武闘派だから、謎だらけの。いや、今日はこのメンバーでお送りしますよね、はい、もう、はい、お願いします。いや、まあ、とりあえず乾杯してみましょうか。乾杯、乾杯、乾杯、今年もよろしくお願いします。お願いします。いや、食べていいですか。食べていいですか。どうぞ食べてください。どうぞ食べてください。最近はどうなんですか。さっきさんなんか忙しそう。あ、そうね、なんやかんやと年末年始がバタバタしちゃって、うん、
まあまあでももう今年もあの一人芝居も始まるんでぼちぼちとやっていこうかなって、そういうあんたも忙しいから。うん、忙しい。大阪にいついてんねん言うの。いやいや、大阪にはいてるのよ。いてるんだけど、誰も単純に誰も誘ってくれないっていう俺大阪ハミゴみたいになっちゃってだっておらへんと思ってる。気づいたら東京にいる感じですか。あのね、もう本当にね、これはみんなで普通に飲んでる時に言いたかったんだけど、うん、疎外感を感じてるもん、俺大阪に。え、何も何ちょっと東京寄りになってる大阪やだやだ、もう大阪の演劇界、多分俺いらないなって思ってたろう。うわ、やだやだ、もうそうやって大阪を捨てていけばいいさ捨てられてんねんって、俺が捨てられてんねん。いや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 、もうみんなは I love, we love チャーハンだよ。いや踏み台にしていくわけですよ。やらしい、やらしい。みんな踏み台にしてね。僕たちよね。そうそう。みんなの友情をないがしろにしてる。そんなこと言うからそこに。そうか、そういうこと言ってたら嫌われんねんな。いやでも忙しいよね。東京でも今毎月行ってるじゃん。毎月行ってる。そう、だからね、儲けがないですよ。割合的にはどっちが滞在してるの多いの？東京滞在してるのは圧倒的に大阪が多いですよ。そりゃあ、そう、なんか結構東京にいてるけど仕事はね、今ね、正直半分半分ぐらい。へえ。いやもうちょっとやめてよ、そのうちちょっと引っ越ししました的な感じ。いや僕はだってどっちかというと人の少ないところに行きたいんだもん。言ってたよね。もうだって本当にあの岡山とかさ岡山の人気悪いわな、怒るから、そんなことないですよ、岡山素敵な、大阪市内に比べてよ。大阪市内って密集してるじゃないですか。あ、そうね。ね、うん、なんか空気が合わなくないですか。何ですか。市内がはい、あの空気が合わないと思います。誰が。私。あ、いけないっすよ。ごめん、俺の話しましょう。ごめん、これした一点なりズドンと爆弾持って。ごめん、賛同してほしかった。そうだね。え、なんか、ねえ、分かりますよ、その市内が嫌な感じ。だから、秋田生まれと市内が嫌な感じ。俺そこまで嫌ってないけどね。静かの方がいいかなぐらいの。あ、本当ですか。だちょっとね、俺横浜狙ってます。横浜もでも人多いでしょ。狙ってるっていうことは移住しようっていう。行くなら神戸とか、うんうん、沖縄じゃないよ、横浜とか、うん、なんかあと岡山とか海が近いところに。なるほど。なんで大阪でも北高南高とか汚いやん。なんじゃ、観覧車くるくる回ってるやん、もうピューピューしてるやん。海を見させてくれへんやん、これみんな壁立てて全然海見させてくれへんやん。海もいろいろ浮かんでてギラギラしてるやん。大阪ってなんでさ、海見させてくれへんの。え、どういうこと。大阪港ぐらいしか海って見させてもらわれへんでしょ。みんなだからその海側の土地をみんなそのある企業が買い取ってて壁立てちゃってて、あの見れないでしょ簡単に海を。ああ、大阪で。大阪って大阪で見れるとかって本当に少ないと思う。だってあのちゃんと海に面してるくせに、うん、漁港とかがない限り見れない。漁港嫌じゃない、大阪まで連れてくる。ねえ、そう大阪を上げてんだか下げてんだか。でも俺超水の都って大阪はって。まあね、ね、海に川に近い海に近い言うてんねんから、その海だから、その水の都の川の上にその、自動車道を通しちゃったのが大きな間違いの始まりだよね。こんなこと言ってる社会を切ってるだけですよ。橋もどんどんなくなっていってるしね、地名だけになってるじゃないですか。震災橋とか。あ、そうね。あ、そっか、震災橋とか橋があったのか。そうだからブラックラインとか見たら、あの田口さんが、聞けとけ部署だっけ、あ、金兵衛さんか、ね、お金もらうところとかで、あの橋、あれ震災橋、潰す前の、まだ残ってますよ。
四つ橋とかも本当に橋が四つかかってたから四つ橋。へえ。どんどん。じゃあ六本木は六本木があった。ああ、かかってたんですよ。ちょっとしょぼいやん、六本って。おかがもない。別にそれ名称にせんでいいやん、六本だけやったら。いや、わかんないけど、十六本とかやったらいいけど。六本で。十六本数えるのめんどくさいやん。十六本木とかでわかるけど、おかいな。出町柳みたいな感じ。またややこしい。出町柳、出町柳、あ、出町柳。なんかあれだよ、遊郭がそこやから。あ、そうなの？そういう意味？あ、あれで遊郭か知らないですか？え、じゃあもう出町っていうこと。出町がいて柳があったってこと。へえ。っていう話を聞いた覚えが。からげなんだ。本当かそう知らないですけど、ね、もうこういう感じで待ってるみたいな。待ってる。いや、本当、出待ちするの？何言ってるか全然。普通の飲み会からだよ。おいおい。あ、そうなんや。遊郭の人って、うん、遊郭に住んでるじゃないの？出待ちってことは、ね、なんかだからあれなのかもね。だからそのちゃんとした遊郭とかじゃない、なんか、うん、ちょっとそういう型落ちの遊郭っぽいとことかなのかな。なんか言いたい。正確には松じゃなくて市町村の町ですね。ああ、今はね、今は、うん、昔は多分なんかで、ね、違うところで結構やりはるね。当て字じゃないですか。だから元の意味失われてたりするので、梅田とかも田んぼ埋めたからちゃうかみたいな話が。そう大阪は大半湿地帯だもんね。だってね、沼地だもんね。はあ、今やね、もうだよ、江坂とかあそこら辺は全部埋めてるんだから。高級住宅街ぶってるけど。じゃあもう江坂いうぐらいやから坂ばっかりやったってこと？いや、でももうちょい先行ったらだいぶ坂になってるけどさ。うん、俺は全然知らんへんけど。食ったのに、めっちゃスルー。西中島、南方とかそんなんらしいですよ。なんか、もともと川の中にあった中島ってところはが、なんか、あの、運河を通ったことによって、西と東に分かれて、西南中島と東中島ができて、それの南の方に駅ができた時に出口みたいなのがあって、西中島、南方みたいな名前になったんで。へぇー、住所やん。方角ばっかりついてるっていう。住所やんそれっていうツッコミはまあそうやけど。いや、そうね。ああ、そうなんや。じゃあ綺麗売り割りはなんであんな名前な。あったあ、なんか意味あるよ。昔話であんねん。あんやん。あの、いや、これもほんまか嘘かの話は分かんないですけど、面白い話として、なんかだからその商人かなんかを、売りの商人がいて、そいつとなんか殿様に何か言われて、そいつがなんか、ちょっと忘れられたけど、とんちの話みたいなもんで、殿様の願いが叶えるかなんかやってるけど、でもそれを秘密にしておくために、殿様が、あの、その売りを殺してしまうっていう昔話があって、売り売りをきれいから来てるっていう。きれい売りが売りになってるっていう話を聞いたことが。そんな惨殺的な名前。実は暗い話。これほんまかそか知らないです。でもよく地名を見たら、綺麗と売り上げ分かれてるかな。これ違うじゃないかなと思って。くっつけたパターンの気がするよね。関根高野みたいな別に。まあね、ね。まあ、大阪は面白い地名多いですよね。ね、もう、ああ、結構ね、あれね、返し橋いまいちとかね。そうなんか諦めちゃうやん。なんかで、実際なんかちょっと残念な気もするしね。いまいちってなんか音でだいぶちょっと残ない残ない感じ。のへうちんだいとかね。もう音だよ。もうちに大事やね。読まれへんやん。我ら宮古島の横やけど。あの、小劇場で一番を取ったっていう山田勝郎住んでるところですよね。あ、なるほどね。
何の話なんだよ。いや、メッセージの方はどうなんですかね。乾杯をいただきましたね。あ、乾杯を、はい、ありがとうございます。春郎さんは見てないみたいですね。春郎くんはこれ見てないな。見てないな、爆発してるから。ほんまに切ってる可能性もあるしね。あー、もう爆発しちゃって、爆発したってね。まさに、うん、そうなんやね。いやでもまあ武さんも忙しいですよね、ずっと。あ、でもね、あの昨日でちょっと暇になりました。だってもう年末年始ちょっと目がどっか行ってる感じやと思う。昨日の撮影でちょっと1ヶ月空くんですよ。あ、久しぶりに1ヶ月も撮影がないみたいな。昨日はどこの撮影だったんですか。御三家っていう、あのアクションをやる劇団さんの若い人がやってる一心寺シアターで、あ、一心寺、はい、オズの魔法使いをバトルアクションにしたっていう。なんかこう西の国と東の国とかが戦っててみたいな。めっちゃ興味あるけど。オズをバトルアクションにしたの。三国志みたいな、ああいう十二国旗とかああいう感じの、うん、オズってそんな話やったっけ。全然違う。あの帰ってこれないやつですか。そうで帰りたいから言って魔術使いはる人のとこ行きあって返してくださいいう話。オズの魔法使いが実は偽物だったみたいなやつです、うん、だからあペテン師でただの人間やったみたいな話なんですけど、オズの魔法使いがなんかこう実は全土を平定しようとしている侵略者みたいな。すごいね。すごい、ね。オズの魔法使いいらんのちゃうくらいの。ね、なんかあの三国志とかやったらそのままうんうんって見てくる。すごいね。この劇団があるね。楽しかったです。最近若いとこ多いですよね、撮影。うん、ほんまやね、なんかね。この間もね、カンフェスで。あ、そうですね。そうなんです、それを今、そうか、じゃあ語れよう。語っちゃいなよ。竹野さんはすごい謎っていうことを言いたかったんですよ。お、あ、ちょっと聞こうか。居所がなくなりそうな。そうそうするわ。東京と大阪と中継したのをユーストしたんですよ。この間のね、カンフェスのイベントがあるんですけどね。で、東京ともつなぐし、大阪でもあるし、大阪では二元中継で、そう、カメラ2つあって、あ、それをスイッチングする。あ、そうそう、ともちゃんにやってもらって。やらせてもらって。すごいですよ。やったー。自分のこと。こっちに持っていくんかい。なんやねん、自分のことやん。こっち帰ってきちゃった。そうじゃなくて、そのシステムを作れる竹田さんがすごいよっていうことを、よいしょしたい、よいしょしたい。こんなことできるんだよっていうのを知ってほしいなって。あ、すごいね。あ、でもあれ面白かったんで、またよそでもやりたいですね、うん、でも確かに、うん、二元中継が面白かった。あの、だから、あ、結構意外に今ネット中継でリアルタイムの配信ってそんな難しくないなと思って、だからお芝居とかをリアルタイムでやるとか多分そんなに難しくないなと思って。おあの、ぜひぜひね、あの、言うてくれたら行きますんで。はい、行きます。社員なの。社員じゃない。スイッチ号お願いしてるので、じゃあ、寝返りテレビもチャーが東京行った時に二元中継もできる。あ、ほんまや。あ、そういうこと。今日、なんか春郎さんにカメラ渡してたらできたやん。痛い。爆発してんのにも、ずっとこう撮りながら。ほらね。すごい。あ、そういうことができるね。できるんかなと。見てる人はどう映ってるの。あ、なんか切り替えるから。そうですね。一個の番組として見れてる。おロビンソンさんもちょっと前に東京で、新北で舞台を見たということで。何を見たんですか。見たよっていうだけ。見ましたに、下北沢で舞台を見ましたと。おお。わざわざ東京行ったのかな。何見たんですか。それ別に伯爵に聞かれたんで。伯
尺が見たわけで、大きな声出したらロビンソンさんに届くかちょっとタイムラグでこれ撮りますけど、下桁はだから今度僕3月にやる、東京エスカルゴっていう劇団のチラシを担当しました、ね、それがもう今日明日ぐらいで上がってきてて配られたそうです。あと、やってるね。拠点を東京に移される感じですね。横浜に言ってたし、横浜に一見はどんな感じのところか全然見てないわ、そんな。だからもうスカジャン校庭もウキウキしてるんじゃん、もうスカジャンで買ったけど全然来てないね。なんやねん、もうね、キーヒーのやったらちょうだいもん、着るから気恥ずかしいね、あれね。なんで、あれは多分着てたら、なじむんや、なじむんか。なんかスカジャンを前洋服屋さんで見てた時に、うん、後ろに模様がないのはダメだみたいなことをすごい言ってて、そういうもんなんですか、スカジャンって。なんか前はすごいかっこよくて、花がと虎みたいなの。あで後ろ何もなかったの。あそれはダメだね。ダメなんですか。あダメだわ。まちょろんってしてる、うん、それはそのヤンキーの世界ではそういうもんなのかなと思ったんですけど。なんだ、おいこら、なんだ、やのか、やのか、尼崎やぞこら、尼崎では横は南川市やぞこら。チャーさんは千早朝霞全然言えない。ちゃんと言おうとする気もないやん。赤坂村めっちゃなかったでしたっけ。え、でだよ、だから南河内。あ、南河内、南河内郡地は赤坂村だから。おお、やんちゃん軍人だからもう何でも言うたらええよそうそう、やっぱバックプリントは大事なんですね。いやでもね、いや分からない、千早にいてる時にスカジャン着てるやつとかあったかなー、なんかあった気がするけどな。え、だってスカジャンでバックプリントなかったら普通のジャンパーやん。うん、そうトゥルンって、トゥルンってしてるやん。前はポカタですよ。ポカタっちもワンポイントぐらい、あの最近流行りのなんか、そうちょっとね、おととし、去年あたりからちょっとスカちゃんが流行ってて、そうあのちょっとワンポイントピュッてついてるぐらいで、かやしいみたいな。あ、そうじゃないんですね。スカちゃんって高いんだよ。ほんまのいいやつ当たる。こんな高いんだって思うぐらい高いんだよ。いいやつだね。いいやつだね。本当に高いよ。刺繍っていうことですか。そう。だっても多分刺繍代やろな。あれそうやね、絶対ね。刺繍代やと思うな。いやー。お土産だったんだよね、初めはね。あ、そうなの。米軍さんが来てはるやんか。うん、でその人らが日本の。あっちに帰るときにお土産としてだから日本の和柄とかを刺繍して、へえ、だから本当に着るもんじゃなくて何か飾っといてくれぐらいのレベルのやつ。へえ、掛け軸みたいな。そう掛け軸を日本人は喜んできてる。喜んできてる。そうそうそう。はあ、いやね、でもいいやつはもうかっこいいもんね。着なさいよ。そう、着る今は寒いから着れないじゃないですか。まあまあね、結構じゃあ、それ横浜で横須賀まで行ったんですよ。まあ、横須賀本場まで行ってやる、本場まで行ってやるぞこの野郎と思って。おお、もうなんだこの野郎的な感じで。そうそう、でいろいろな店でこう見て、それで最終的に渋谷で買いました。なえ、ちょっと待って、横須賀はどこ行ったの。横須賀は渋谷に同じなあったな。あ、横須賀言いたかっただけやね。そこまで足伸ばしたよ。足伸ばしたし、実はほんまに行ったし。ああ。なんか軍艦も見ましたよ。あ、美香さんは。あ、美香さん見ましたよ。すぐ出てくるの。いや、すごかったんだって。その軍艦がね、本当に昔のそのあれは何、世界大戦でいうと1回目のやつ。うん、あれは日露戦争。日清戦争とか。何の会話だ。そうそのやつなんで、そのまま置いてあるの。で中入れる。でその戦艦がすっげえ強かったんだって。
へぇ、機関だからね、フラッグシップだったら、うん、あの連合艦隊の名刺自体が、あのだから日本海海戦でロシアの艦隊を破った時の、うん、東郷平八郎が出た船なので。あ、そうだね。そうです、全然知れん。もう途中でも浮き具なんだけど、東郷平八郎だけわかります。なんか強い人ですよ。東郷平八郎だった。ほんまいい加減も。カムとか超いいじゃないからね。なんか強い人ですよね。妖艶の人ですよね。まあ、主役ですね。主役から。へぇ、そこまで行ったと。行ったよ。行って、いろいろ、だいたいあのドブ板通りっていうところがあって、こう小さい店ばっかりあるのよ。もうそこにそういう店がいっぱいあって、うん、軍の払い下げのものとかさ、そういうのが売ってたりとかさ、そういうジャケットが売ってるところとか、うん、飲み屋さんとかがわーって連立してるところがあって、おこうなんかマッチョなお兄さんたちがいっぱい揃ってるところがあるの。もうマッチョだね、うん、それにちょっとビビりながらこうやって見て、おこれ欲しいなと思ったけど、うん、渋谷にあったなと思って。そこでは変わらず。で、ブランドがやっぱりあるのよ、あのそのスカジャンでも、ね、で一番初めにスカジャンを作ったっていうブランドのやつがちょっと欲しかったんで、やっぱりそれ狙いに行ったんで、そらね、そんなら売ってるんですよ、やっぱりね、渋谷でね。そのレプリカとかそんなあれじゃない、じゃあそうそうそう、だからレプリカみたいなもんですよ。その一番初めに売り出されてたやつの復刻版みたいな。ロビンソンさんから、リジッター企画さんの日の足わずかに見えてという舞台を見てみたそうです。東京までわざわざ、すごいな、すごいね。見に行くよね、けど本当になんかね、演劇好きな人って簡単に飛び越えていっちゃいますよね、うん、そうそう。でも最近ね、格安のね、あるよね、エッチマジェットスターとかもあるから、気軽に見に来たり行ったりとかできるようになったもんね。お芝居予定決まってるから、うん、ビーチとかで早く予約しちゃったらすごい、じゃあね、早く予約バカみたいに安いもんね、今980円の時とかないですか。それはないわ。そんなに安いの。関空から成田まで。980円。なんか多分いろんな条件が重なると無理なんでしょうけど、荷物それひどいやん。荷物、手荷物でももうちょっと高い。関空行くより安いやん。本当だ。そう、なんか降りる時のあの車輪をしまう横ですみたいな。ちょっと待って、座席すらないの。おーおーみたいな、下がってくみたいな、上がってきたみたいな、なんかおーおーみたいな。あかん、もう。そう、だって言うたら空港がないところの方が逆に高いもんね、今。ああ、うん、そうそうそう、和歌山とか結構かかりますよね。いや、和歌山もそうやし、今年あの一芝居で山口県行くねんけど、山口県のルートも高くって、あの新幹線とかJR しか乗ってないっていうのがあんまり、だから言うたら空港がないところの方が今高い。もしかして、じゃあ船で福岡とかまで行ってそこから戻る方が安いとかですかね。あー逆にそうかもね。ビーチとかでね、福岡行っても戻ってくるとか。お前ら絶対そうかもしれない、ね、そうそう。だから来月長野県行くんだけど、長野県も空港がないから、でバスっていうと1本ぐらいしかなくて、1日にいい時間帯に着くのが、結局松本で乗り継いで電車で行くとかって言ったら、うわぁ、ほら普通に東京に飛行機行くよりかは高くなって、距離半分ぐらい。そう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 。でもね、だからうちの実家が高知県の橋足摺よりもちょっと一応少もの方なんだけど、うん、そこはもう一番東京から遠いとこなんだって。おぉ、空港もないし、そうそうそう、交通手段を考えると一番遠いところだから、一番なんか何、例えば都市とかでパンデミックが起きても一番安全な場所みたいな。誰も来ないから、来るのに時
間かかっちゃった。あ、そう。利点を最近見つけた。パンデミックに恐れることはない。鳥インフルから。もう全然遠い。そこ。ただ問題はそこから発症しちゃったら大変だけど。だけど逆に被害は少ない。遠いから。あ、違う。隔離してしまえばいいもんね。そこもね。その人たちだけ死んじゃうだけ。そうそうそう。絶滅みたいな感じになってる。でもそういうことなんだろうね。2、3本閉鎖したらもう誰も出てるかもやれ。そんなにそんなにあの大変なの。雲がなくなっても気づかない可能性あるしね。行くのにどんくらいかかんの。ゾンビとか行けそうですね。ゾンビもいるの。そうだね、そうなってくるとね。おってもね、閉鎖してしまうよね。閉鎖してしまうよ、ね、あかんやん、あかんやん。いや、すっごいかかる、すっごいかかるというか、単純にもう電車で行くしかないのかな。最近、まあ、深夜バスもあるっちゃあるんだけど、うん、朝には着くみたいなところのやつもあるんだけど、言うたら大阪から東京でピュって行くよりかははるかに遠いってことでしょ。遠い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 。流刑地みたいね、なんか。いやもう本当に本当に本当に、もう世界発信してるから。多分だから竹さんとこより遠いかもと思う。あー、うちの田舎は一応半日で着くからね。だってもう最近観光地化っていうかすごい話題になって、猫で、ね、猫でね、めっちゃずっと猫がこう飛んでる写真がいっぱい。なんか東京で来たよ。東京でその写真ってやってるらしいです今、飛び猫写真って、もうそれはあの人売れてるんだからな。そう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 。いや、そのうち交通の便も良くなって、もうどん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 もう交通の便もう猫が猫がっていろいろあれしてくるんちゃう。飽きられた後が怖いよね。ダメやろうな。でもまだ商業にしてないじゃん、島自体が、うん、それ自体、うん、商業化したら逆に赤いのやろなみたいな。竹信さんのお里は、はい、お砂糖。なんて言うんですか、そこは。結果売ってるよ。ちょっとバカにしないでください。知れる時の言い方。そうだよね。なんて言うんですか、ご実家でもないしなっていう。あ、田舎。田舎は、猫が有名な。そうそうなんですよ。香川県の、あの瀬戸内海の真ん中にあるさなぎ島っていうところ。さなぎ島。有名なやつですよね。有名なやつです。なんかきっとご存知ない方もいるかな。ああ、なるほどね。うん、あのでもほとんどね、ツイッターとかネットで検索したらすぐあの、そうですね、でも猫でも出てくるの。毎日猫の写真にはこうあたがってて、さなぎ島って読むんですね、あれ。あ、さやなぎ島って書いてさなぎ島っていう。へえ、よー猫が飛んでる写真がいっぱいありますよね、あそこ。猫だまりのそばがうちのおばちゃんの家なんですけど。あ、そうだって そこの島には何人ぐらい住んでるんですか。今集落は2つあって、うちの集落30人ってことかな。へえ。構想とかあるんですか。え、構想とかはないんですか。構想って何ですか。その村単位の構想とか。ああ、殺し合いみたいな。割と簡単に起こせるかもしれないです。あんまり企画したことないですね。あかんも、絶滅させたらあかんも。絶滅ってないもう、絶やしたらあかん。猫の写真見てたら、そのおばちゃんの絵が映ってる、毎日ツイッターで、あ、今日も洗濯物干したら元気ないなみたいな。そんなに近い。すごい。勝手に情報が入ってくるっていう。今、さなぎ島のホームページを見てるんですけど、ありますね、昔からあるやつですね。パソコンが不調のためしばらく当サイトを休ませていただきますって言います、ね、すごいマイペース。マイペースよね、すごい。すごいよね、猫でそこまでブレイクする。怒り回線とかは繋がってるの。何もない。インターネットしようと思ったら公民館の ISDN。 あ、 ISDN、 懐かしい、懐かしい、うん、まあ、電話線だ。電話線、電話線、うん、から、ネットはないね。だからもうテザリングするしかないから、すごい。iPhone とか県外ではないんですか。でもね、ソフトバンクは県外です。で、あの沖に船が通るとアンテナを積んでたりする客船が通ると時々入るって。そんなもんなんです。じゃあ完全に観光客が来て SNS とかでその結構わーっと広まったっていうか。ね、有名な写真家の世界中で猫を撮ってる岩合さんっていう人がいるんですけど、その方がたまたま来て NHK で放送されたから、もあれもあれもって感じでわーっと人が来るようになり、あーよかったなって。
でも未だにね、未だにずっと噂だって。でもね、あれなんですね、旅館もないんでしょ。え、旅館もない、旅館ないない。もう絶対儲かんのにね、やったらね、ねえ、お店一軒だけで今だよ。何でしょ。なんやったら中でおっさんがお酒飲んでるやつも、もうなんか猫の物産展みたいなやったら儲かりそうやのに。ねえ、なんかなんかジュースは置いてないけどオロナミンは置いてるみたいなところでしょ。ジュースもあるけどな。ジュースはあるけどな。バカにしすぎやん。じゃあもう道の駅的なとかちょっと観光客が。ないお土産にとかないんですよ。そのお店もあのだから港の切符売りと兼ねてはるからとか、宅配の引き受け所も兼ねてはるから、お店の人がほぼいないんですよ。桟橋行ってますって札が出てたりとか、配達中でいないとか、でだからもうあんまり情報、最近でも店ないっていうのが知れ渡ってるみたいで大丈夫なんですけど、最初の頃は普通のとこやったのに来て、何にも売ってないから、水も飲まれないから。あ、そっか、そっか、自販機とかもそういうの。自販機ないですね、信号ないですからね。トイレは？トイレはさすがに港に1個あるね。水洗？ちょっとボットっていうか、まあ汲み取り式やねんけど、浄化槽ついてる。昔だから映画のロケハンとかに来た人とかもいてさ、結構変なところやから映画の撮影に来たりするんですけど、AD がロケハンに来て来るんですけど、何も持たずに来て、食うもん何もないから、大変や。ほんまや。夕方ぐらいに歩き回ってるし、フラフラになってて、誰か拾ったらなんですよ。その一軒のお店にで、すいません、カップラーメンって言って、カップラーメンを空いてる時間になんとかあれしたんですけど、お湯がないんです。うわあの店の人にお湯めぐるまで食ってましたけど、すごいな。うわ、そんなとこになんか店できたら大繁盛やん。じゃあもう商売系がもう島の人自体がこう、もうない、全く盛り上げることもなく、全然ない。それがいいみたいなんですけどね。あ、来る人は商売系がないのがいいみたいで、一応ね、潰れた小学校とかがあって、事前に予約したら泊まれるんですけど、ああ、そういうことね。もう海に面してるから、天井が抜けたり、腐って抜けたりとかして、怖すぎる、怖すぎる。電気も切れないから。ホラーやんけ、みたいな。それはね、怖い怖い、うちの実家のところでもやってます。廃校をそういう利用してるね。そ、泊まれるって言わへんやん。うちはまだ、うちのというか、まあ、うちの地元でやってるのはまだマシみたいですけど。あ、そう。うわ、肝試しみたいな。そうそうそう、そうなんですよ。だから食べるもんもとかもないから、時間が来たら近所の人が作って持ってきてくれるんですけど、だから忘れてると、いまだにあるんや、そういう場所が。ああ、そう、昔から変わらないですね。でか、ちょっと進化してますけどね。いやけど、それがさ、もう10年後、20年後になったらどこだったか本当に分かんないもんね。だって、見てる人がもう死に絶えたら、なくなっていく、バイバイゲームでなくなっていくわけですよ。そう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 、まあ、そうね。平均年齢70歳か。日本って多分都市部以外はみんないなくなっちゃうんじゃないのって思う。じゃあもう無人島が増えるみたいな感じ、絶対あると思う。無人島になるかなら、でも出ていかざるを得なくなる可能性はあるよね。ああ、仕事ないからね。そうなんや。また飲むかな。普通の居酒屋使いにはなってる。カメラを持ってる。楽しんでもらえてたらいいんですけどね。どんな感じなの。ビールを一つください。二つください。あ、ありがとうございます。
ストックが。なんかいつもの飲み会とさほど変わりない。完全にそうですね。そうね。大丈夫、そこまで深く入らないようにしてる。なるほど。でもなるほど。マニアックな話、深く入らないようにしてる。ここら辺で止めて。それは11人の方が今見られてます。そんなに見てくれてはるんですか。みんなで新年会っつってこれね。そうそう。え、誰かがこう開けてるとかじゃなくて11人の方が。そうですね。うわー、人気番組ですよ。人気番組やなー。もうありがとう。あ、増えた。お、マジで。うわー、もうすみません。 もしよかったらもうハッシュタグ寝返りテレビでツイッターであのつぶやいてもらったら、あの会話があの参加できるんで、何言うとんねんっていうのでも気軽に言っていただいたら。お願いします。ね、ありがとうございます。あ、生放送もう一つ。ありがとうございます。もうね、いや、今の人があの宇田さんが一時気に入ってた人ですよね。ほらもうそんなことを発信する今度宇田さんには対話とか発信しちゃったよ。しちゃったね。結構年配好き、熟女好き。失礼だ。失礼。あ、いやいやいや、じゃないけど。いや、いろんな方向に宇田さんと二人でいいよねって話はしよう。あ、そう。でもすごい、私来たら、あ、こっちよみたいな、すごい優しく顔パスで通してくれた感じ。いや、でも確かにね、あの頼む前に顔見てニコって笑ってって言われるから、それはキュンってくるかも。皆、うん、まで言わんでもあんたの飲みたいの分かってんねんみたいな。そうそう、違ってたよことですね。そうね。あ、すごい、そんなでも分かるんですね。だいたいね、みんなが注文するものがいつも一緒だから、ね、うんうんうん、そうね。だってうち普通に店入ってきたら普通にあの着いた頃には出てくるもん。ああ、そう、うん、何それ。ああ、そう、もうなんか皆まで言うなみたいな、いらっしゃいって言って着いた頃におしぼりとこれが出てきて、おお、すげえ。それはすごいわ。もうなんかもうおかみさんみたいな。バリアフリーやんか。どういうのが違う。使い方が違う。もうバリフリーな。いや、あ、そういうふうにあの宇田さんはキュンときてるのね。いや、多分ルックスやと思うんですけどね。宇田さん、ちょっとやめて、これ広げるのやめよう。これ広げるのは。いや、だってね、年下好きもおればね、あの上の人それ広げるんだ。今ちょっとフォローしようとしたいやん。これで切ったら宇田さんが大変なことになるから。あ、そうか、そうか。そうね、そうか、言ってなかったからな。細いわ、細いわ。言ってなかったからね。うわ、宇田さん見る目変わるわ。いや、でも年上と年下って言ったら、うん、どっちが好きっていうか、平均的に言ったら好きになりやすいのって、そのどっち、同世代、うん、ああ、もうここ、うーん、そんな気がする。あ、いいなって思うのは、若いから好きとかいう感じは全然よくわかんない。年齢は関係なく、うん、だからそのビジュアルとかじゃなくて、年齢的に、あ、よう考えたら上が多いなとかじゃなくて。若い頃は上が多かったですね。うわ、まあ、絶対的に多いしね。そうね、そうね、絶対数ですね。絶対、すごい言い方する。経済学みたいな。そんなにかっこよく言っても。あ、でもあそれは網入れたらいろんなジャコ取れるだろうみたいな。あらー、だってじゃあ大体どうしてこんなに取ったら小さな一回取れるだろうみたいな振りだったでしょ今の言い方。すいません、そんなことないですよ。そうね、お友達とかでも上下っていうと同世代が多いですか。お友達で言うと、あ、友達関係、うん、いや、それは全然いっぱいありますけど、うん、幅広くと思います。いや、けど分かんない、友達がいるかどうかも危うい。ディアーン、すごい。ディアーンって友達がいるかどうかも分かんないですよねって言った時に返してきた言葉、ディアーンってなの。何それ、秋田弁なの。ディアーン、ディアーンってどこ、英語、英語、何
なんか、イタリアの新しいな。なんか、私友達じゃない。友達じゃない。だよ、全部わかった。友達じゃない。そう、そういう意味が全てこもってます。あ、そういう意味も。一回お芝居しちゃったらみんな友達になっちゃうよね、大体ね。あ、そうね、そうね。演劇の人たちはね、うんうん、だって関わってる時間が長い、ね、長いもん、ね、うん、そうそうそう、本当に、ね、異常だよ、うんうん、そうやわ、ほんまに部活動みたいなもんだから、うん、あのそうそうそう、それはすごいよね。そうだよね、本番前なんか言ったらほぼほぼ毎日、土日なんか一日一緒にいてて、うん、いててね、で必死になってるところとかダメなところとかいいところをさ結構赤裸々に見るわけじゃん、うん、お前普通のことで思ったらちょっと異常やね。異常だと思うね。会社とかとはまた違うもんね。お前は体験して終わりじゃないもんね。うん、結構赤裸々に見えるじゃん。あー、この子こういうとこダメだなとかさ。でうわあ、あるあるでしょ。ある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 や、あるあるあるやわ。電車で帰っててなんかあいつあいつがあかんなと思ったりとかさ、同じことばっかり言ってな、俺が俺あかんとこばっかり言ってで、またそれで本人もちょっとへこんでて、そうそう、周りもちょっと飲みに行く感じ、そうそうそう、全部が全部こう寄り添ってる感じで、そうそう、寄り添ってるのよ。なんかこう表面的なものではできないですよね。なんなんでしょう。もうちょっと踏み込みますよね、人として。いや、ムカつかず踏み込んでるよ ね、 ね。だからちょっと隠してる子はダメだよっつって、うん、演劇って結構ほら演出家がさ、あの殻を破るという言い方をするけどさ、やっちゃったね。お前 ね実社会でそんなの言われるもん。言われない。自己啓発セミナーぐらい。そうそう、自己啓発。いや、本当にそうそうそう、本当にそうそう。あ、でも近いもんがあるかもしれない。いや、あると思いますよ。あ、だからその劇団っていう単位になっちゃうとやっぱ一人のカリスマがいて、うん、そういう、あ、カリスマね、まあ、宗教じゃないけどそれに近いことはあるだろう。一歩間違ったらそうやんね。 うわ、だからそれに初めて踏み込む人とかは躊躇するよね。もう、え、そうそうそう、ここはどう踏み込んでいったらいいのみたいな。で最近はプロデュースがやっぱり増えたから、うん、逆にそのカリスマさんがいなくなりつつあって、あ、そうそうっていう、それがどう働いてるのか僕もよくわかんないけど。そういえばこの間のプロデュースの時は初お芝居で、うん、キヨピーさんがそうそうやらはって、で最初はドキドキしてはったんじゃない。いや、相当ドキドキしてたと思う。だって初めての言うた現場でしょ、うんうんうん、で、キューピーさんとかって声をほらマイク、オンマイクでやりはる職業で、うん、その肉声を直で伝える職業じゃないか。ああ、そっかそっか。実はそんなにあの初め声が出なくて、うん、あのいや、全然違うよね、出し方がね。で、声がなんか飛んじゃったりしてて、初めもっと聞かせてくださいっつってもっとになってたりしてて、いや、後半はもうちゃんと出るようになってすごい聞かせてたんで、まあ、やっぱりプロだなと思って。使い方がすぐそう分かったんだよね。左右できるよね。そうそうそう、乗ってきはってうまいこと言ったけど、そう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 、いやそうそう、だから今でも時々飲みに行ったりするし。あ、そうだよ。そうそう、だからやっぱりね、もう友達になっちゃう。じゃあもうその時の話とかになった時にはお芝居は味は締めた方になってる。うん、どっちなんだろう。もうとか言ってないけど。あ、もういいわ。そうそう、でもキヨピーさんの事務所自体がもともと役者さんとかがいっぱいいる事務所だから。ああ。で、どうぞ、いや、やったらいいのにキヨピーさんもっと芝居と思う。ねえ、せっかくやったんだ。せっかくやったんだ。まあ、そうですか。はい、カンペが出てきた。あ、すごい、あっちゅう前やね。あ、もう終わり。もうなんかあ、じゃあ10分ちょいぐらい。マジか。本当にいつも通りの飲み会の話なんですね。ともちゃんは最近どうなんですか。そうだ、そうだ、ゲストやのにゲスト扱いしてながら、最近はちょっと次に向けてこう
もちょもちょしてる感じです。もちょもちょ次に向けてもちょもちょ全然具体性が何一つないもう擬音語で今とりあえず言うと多分小町日和のことですよね、はいはい、今次に向けてって言われましたよね、きっとね。小町日和に言うとこここうじゃないですか、小町日和、ね、そうそう、あなたもあなたもそうです。いや、うちこの間やらせてもらいましたけど、その後を楽しみに、うん、あ、じゃあ誰にバトン渡んねみたいなんで、なかなかやんないからさ。そうもうぼちぼちいいんじゃないの、ね、そうですね。でもね、なんか何だったかな、なんかで教えてもらったんですけど、私2019年がいいらしいんですよ。お、2030年か。お、え、そんなですか。あら、まあ、もう30年間で、もう今年の話じゃなくてっていう話そうやね、ぼやっとしたなと思って、急にぼやっとしたな来年も飛ばじゃあもう今年は最後でやみたいなノリになってるやん。そんなに待たせんの。いや、小町日和はあれですけど、でもそれに向けてこう、じゃあ平成30年、じゃあ平成31年だから言語変わってますね。ほんまに変わって平成ちゃいますよ、平成ちゃいますよ。もう、え、言語が変わるとどういうことですか。いや、だから、あの今の、あの天皇さんが引退しはあると思うから、もうその時にやってることですね。そうですね。え、それを待ってるっていうこと。いや、待ってませんけど。なんやったら早引退せへんから。こらー、そんな動かすすごいこと動かすね。すごいね、小町日和。お前やね、何でもできるね。いや、やろうよ、もっと早くに。うん、そうですね、まあ、それに向けて、もちゃもちゃもちょもちょ見えないところでもちょもちょやってそのもちょもちょって言い方がそもそも間違えてる気が結構するんだけど、なんて言ったらいいんですかね。こそこそでもあるな、ね、なんだろうね。じゃあもうもちょもちょでいっかもちょもちょそっかもちょもちょしてんねん。今影でいろいろやってるのね。あ、そうそうそうです、ね、そうです、裏工作を。そうです、裏工作をしようかなって思ってるところです。どんな裏工作をしようかなって。なんだもん、寝る前に明日何やろうって思うみたいな感じだね。だから今現状としてはね、明日休日だけど何も決まってない、明日何しようと思いながら眠るみたいな。そう、楽しくないですか。楽しいね。それがもちょもちょや。もちょもちょ、だいたいそういう人はずっと昼まで寝るんだよね。そう、今日終わったなって思っちゃうんだよね。ダメ人間。いやいや、もうちょっとね、ちゃんとね考えてるんですか。ね、もうぼちぼち劇場でやってもいいじゃん。いや、言えないことがいっぱいあるんですか。実は決まってるけど言えないことがいっぱい。あ、1個しかない。1個あ、1個あんねん。1個あんねん。陛下の視察とかですか。え、そう、え、ちょっとそんな国に関わってくる小町日和。うわ、すごい権力ですね。劇場でやったりとか。うまや、劇場でやったらええねん。ねえ、いや、前回も劇場でやるっていう話にはなったんですけどね。もうだってだいぶ言ったよ、だいぶ劇場でやろうよって。つぐみ荘の時も言ったよ。俺もいろんなところで代理戦争してるから。ね、あの、なぜ小町日和は劇場でやらないんだっつって言われて、ね、いや、いろいろ考えあるんやと思いますよみたいな。でも代理戦争俺は別に劇場でやってもいいと思ってるんですけどねみたいな。届かずに代理戦争、代理戦争、裏工作の代理戦争、すごい大物みたいな。なぜかわかんないけどピンとこないんですよね。もう結構話が進んでも平井さんっていつもね助けてくれてる制作さんがいるんですけど、私の様子がおかしいと劇場でやるっていう話に進めていたら、ちょっと待って、うん、本当にやりたいのかって違うでしょってなって、そうですねっていうことになってしまうので、やっぱり私がこう、トモちゃんドキドキムスってなっちゃう。それでまた代理戦争。代理戦争。そう本当にやりたくないと私自身がこうワクワクしないんだなっていう。なんだそれも。でもね、もう当日券もすっごい並んでもらって、申し訳ないぐらいのお客さんでも、それはもうぼちぼちいずれはね、週もうだって備えに入れるカフェはないよ。
まあ、あとはステージ数を増やすとかね、そっち系になってきます。あ、そこまでして。野外音楽堂とか。いや、あ、そっちになんで。それはいいね。野外音楽堂はカフェなのって言われて。もうそれカフェじゃないやん。それは野外劇団じゃんって言われて。カフェがいいんだ。いや、わかんない、わかんないけど、くくりがカフェかどうかはわかんないですけど、そう、うん、あ、そうか、後のテント劇団であるになる可能性もあるわけ。あ、そうね、うん、そうですよね、そうそうそう、うん、外とか楽しそうですよね、後のなんとか劇場であるあるみたいな、ね、どっちに何テントと呼ばれるみたいな。この地域一帯は、そうそうそう、マジか。黒田さん、小町テントみたいな、小町ビュールを頼む市民にしていますと。あら、ありがとうございます。ほら、言われてるよ。そう、なんか劇場にお芝居見に行ってこうお会いすると、小町料理はいつなんだって言っていただいて、すごい嬉しいんですけど、うん、そういう人たちに知るかって答えて言ってるんですよ。ひどいね、ひどいね、もう。なんでお前にそんなこと言うんだろう。ひどいね、もう。うわ、ちょっと一回でいいからそういうこと言ってみたい。言ってみたい、言ってみたい。いやいや、そんなことないです。ありがたいなと思う。スカイリー清掃勃発するし、もう国を動かす。お前誰やねん。そもそもお前誰やねん。ねえ、いやね、でももうぼちぼち見たいお客さんもいっぱいいるんじゃないですか。ありがたいですね。ね、頑張ります。今あの春郎くんとラジオも。そうです、今日いない小春郎、小春郎私、小春郎、ほら完全に変わってる。本当の春郎になってる。春郎くんちっちゃくしてるやん。ひどいな。私が小春郎です。あの春郎さんと一緒にネットラジオをやってますんで。でもそれもせっかくやったら足が爆弾になってる、ね、足が爆弾になってる。宣伝を。そうですね、あのぜひ聞いてください。あの ラジオ日和、ラジオ日和です。ダスト祝福山春郎さんによる、祝福です福山春郎さんによるデコボコラジオでございまして、毎週金曜日に更新されていくんですけど、 YouTube とポッドキャスト、毎週じゃない、各週金曜日に、うん、あの2週おきの金曜日、知らんかそれぐらいちゃんと説明しない。各週金曜日に、ね、あの更新されるんですけど、いつでも YouTubeとポッドキャストで聞けますので、うん、小町日和のツイッターとかフェイスブックとかラジオ日和のブログとかいっぱい何でもありますので、こうポチって検索していただいたら出てきますので、はい、春郎さんとねやってるんで、よかったら。チャーハンさんもよくねゲスト来てくださいますよね。サキさんの方が出てる。サキさんの方が圧倒的に出てるよ。ジェラってるやん。全然呼ばれないの。そう、そんなわけないですよ。聞いて、俺全然呼ばれないから。なんか代理戦争ばっかり、一番近いとこ住んでるのに全然呼んでくれない。今度で、ね、4周年目なんですよ。あ、すごい、すごい、続いてるね。そうなんですよ、もう4年経つんだ。だから継続はやね、ね、力にしていかな。もうじゃあもうべしゃりもだいぶなわけないじゃない。見て見て、私を見て違う。今じゃなくて、今じゃなくてね、もちょもちょしていくんやろね。もちょもちょ頑張ります。もちょもちょね、裏工作、裏工作頑張りますけど、裏工作と代理戦争を仕掛けていく感じ。代理戦争のしゃべっていこうじゃないですか。国を言い出す小町日和 ね。はい、春郎さんから LINE が来ていますが、ずっと見てるそうです。あ、そうなんだ。メッセージは送らないのか。もういや、ツイートができません、なんでかしらっていうふうに。もう相変わらずあんな方法だね。しろさん、足に爆弾があるってことは、手とかにもあったら結構な攻撃力になるってこと。せやね。何の話してんの。せやね。なんか赤物が飛び散るみたいな。いやもういやってことだよ。怖い話なってるやん。いやもうでも大丈夫やったんですか、しろさん。ちょっと大丈夫やったんですか。どんな感じやったか、ちょっと LINE にください。ね、あの無事来てたらいいんやけどもね。今日はご迷惑かけてすいません。なんでそれはメッセージを書き込まんか。普通やな、普通やな、ね、多分ね、ユーストリームにログインできないじゃないですか。これでね、うん、iPhone ですからね。ね、相変わらずアナログなね。もうでもぼちぼちお時間やからね。そうあのせっかくやから告知などを
何かありますか？いや、別に。あ、じゃあ、あれ、隔週で。隔週で。あの、第1、第3水曜日に SP 衆劇場という、ユーストリームで、演劇の舞台映像を全編流すっていう番組をやっておりますので、あ、はい、これは次は2月1日です。1週目と3週目にやっております。8時からユーストリームでやっておりますので、よろしければご覧ください。ぜひぜひ。何で検索したら、あ、 SP 水曜劇場って検索していただければ、はい、 SP 水曜劇場で修郎さん、はい、こんな感じらしいです。LINE で流すもん。LINE で流す。痛くて座れませんって。ね、白いね。日頃の行いって大変やなと思いますよ、ね。大事やしね。呪いや、ね。呪いや、ね。日頃の行いがね、まあこういうことになりましてね、もう。そんな悪いことやってると思うよ。悪いことできへんなっちゃうし、ね。できへんなっちゃう、ね。まあ、チャーハンの方はいろんなところでね、東京大阪でブイブイとチラシとかでいろいろお見かけしてると思うんで。さっきさんは。私は今年もツアーに一人芝居がツアーが決まりまして、詳しくはですね、ツイッター、宮川咲のツイッターブログで情報発信しております。今年は大阪、東京、山口県、福岡県4都市行きますので、ぜひぜひまた今年もお越しくださいませ。お待ちしております。はい、告知も皆さん全部出揃いまして、ぼちぼちな感じですね。もう今日はどないやつ、新年会、もう今年1年どんな感じの1年で今からなんか、いや、頑張るんじゃないですか。今年ももうだって僕厄年ですからね、今年が。本当や、厄年はちゃんと上がれた方がいいですよ。普通役同士の人は役飛び散らかすって言うもんね。そう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 。だから春の奥にどんなんじゃんの。ピッピロさんのお払い行くそうです。あ、春の奥もお払い行った方がいい。あんたはお払いしといた方がいいよ。ああ、そうやと思いますね。ね、うん、さんお払い好きやしね。なんかね、めっちゃ行ってはりますからね。そういうの好きやもん。お礼参りも行くし。お礼参りに行く。ね、そういうことやってんのにね、もう。次回詳しいことは聞きますので。そうやね、そうしましょう、そうしましょう。その時にまでに足は治ってたらいいですね。そうね。一ヶ月前からやからな、ちょっと多分治ってなさそうな気がするね、次回の。この内容改めてください。そうや、この内容改めてください。本当にもう、こんな年何やろうね、今年もね。頑張るよ、みんな頑張ろう。みんな頑張ろう、みんな頑張ろう。無事に安定を目指して頑張ろう。そっちやな、今年は。ある人だけ安定目指してる。安定を嫌う。リーマン。まあこんな感じで今年もやっていきたいと思います。はい、リーマンテレビよろしくお願いします。ね、こんな感じかな。うん、おやすみなさい。また次回も。